もう敷島を当てにはできねえな。先生、なぜ先生が。敷島の幹部たちは私では子供扱い。今後は敷島が。あやめ公園に行ってもらえますか。騎兵が汚染さ、森村先生。UFO の中枢の操作ができる人、適合者は。早かったわね、コート君。警察で遺体をか、森村先生本人。そうなの。あまりショックではなさそうですね。森村千尋はここに無事でいるから。なるほど。それで警察はなんて。それで警察はなんて。死因は腹部の体内から犯行に使う。この年代の銃。死亡推定時刻、先生が単発のが現場付近で通行人。目撃者がいたの。この時代の警察もなかなかね。森村先生、学生服を着た単発、関ヶ原。先生を監視していたと。何かタイミングの悪いことに監視から外れていたわ。政府機関の動きを調べていたから。そうですか。あなたは誰が犯人だと考えてる。目撃証言は関ヶ原 A と一致します。関ヶ原 A は記憶障害の症状が出ていた。彼だとすればそれらしい容疑者ね。わざわざ連れ出しているのを殺す気なら人目は避けるはず。その気はなかったが、つい。ということも。彼は思い詰めるタイプですが、衝動的に撃つほど愚かではありません。じゃあ他に誰が。あなたが番号で呼ぶ彼。普通に考えれば容疑者として名が上がる存在です。じゃあ他に誰が。あ
なたが僕普通容疑者としてな適合者全員を未だ野放しの追い詰められた何を考えているかはケント426は手段飯田さんがいれば犯人だと断言私が426を撃ち殺すまでこっちで新たに4人が犠牲になってるドロイドとなって復活した彼が報復として私を始末したとすれば動機としてはしっくりくる関ヶ原 A でなければね他に誰かいる森村先生と井田さんとは別に16年前に私が先生の手すでに彼らは肉体を失いセクターゼロの転移データを意識のみ再現され彼らが肉体を失った原因は426による私も井田さんしかし16番の先生も知って16番騎兵を制御する彼女が森村先生に私に語ってくれて適合者全員未だおいつ何森村先生何かしら426に対して特別な感情を抱いていましたか特別彼は私に理解のある大事な友人だった今はそうではないようだけど突然どうしてそれはおかしい18番いや玉尾さんの話ではあなたは426が関ヶ原他に誰か私も薄々感じていた先生の思いは玉尾さんの相談で確信に私も薄玉尾さん呼び出してごめんなさいちょっと協力してほしくて何かあったのですか森村さんが十郎君に426の記憶を移しているのが分かって426逃げそれとは別転移の時に保存された記憶データからよつまり重労でもう一人426を作ろうとなんとか説得して私の方で重労君の治療をしているのだけどまだ諦めていないみたい なぜ426を私ずっと彼女の相談に乗っていたから気持ちは分からなくないけど森村さんは彼を愛しているを幼い頃からずっとそれで彼を人間に戻したがっている
だが危険人物だ。先生も知ってる話ではね。彼女自身は見ていない。それに彼を手にかけたことで罪悪感に苛まれている。森村さんを見張って。十郎君には近づけないで。頭に入れておきます。お願いね。426が二人なんてゾッとするわ。やはり先生には思う。あなたは4人他にいた。16番森も私。防衛が失敗した後、話し合っていた通り私たちは脱出のためにゲートへ。だけど転移中に爆発があった。おそらく移動に使った98式が攻撃されたんだわ。私が最後に覚えてるのはそれだけ。あなたたちのデータが一部破損していたのは426の破壊工作ではなく、それが原因。データ化が完全でないため再生されなかったんだわ。あなたたちはこっちに来ていなかった。井田君、あなたは彼が4人を殺したと、そう言ったわね。彼の破壊工作だとも。奴ならやりかねない。手任せだったの。皆殺しにしようとした過去は事実だ。放っておけばこっちで同じことをする。君が奴を仕留めたのは正しい行動だ。それじゃ私、彼を。森村先生、16年前私すでにセクターゼル意識の彼らがに426。私もいだしか16先生、先ほど先生は426新たな4人の犠牲者の話をされた。本当に覚えていません。何を。おそらくあなたは私がまとめた、あれは昔まとめた井田さんの証言がそのまま書く。つまりそう、こんな体になったのだから記憶の混乱は多少あるわ。記憶を失った泉十郎を先生は426に変えようとしていた。その理由はおそらく
恋愛感情によるものだ。私が彼を、まさか。あの森村千尋は記憶操作をされている。あなたもそう言っていたじゃない。彼をね。私の趣味じゃないわ。私の趣味じゃないわ。私が森村そう歌う記録ですよ。記録？あなたが森村さん、あなたが生まれる井田さんが426、その存在が明らかになった。それが何だというの？話はここからです。それがな、話はここから。記録というのは426の解析で2108、その記録に私がアクセスした。先生の態度が急変します。記録を全て消去されました。なぜ消したか教えてもらえ。さあ、覚えてないわ。森村先生が426に操作されたと私が思ったのは、ある記録、泉中施しているという報告の記録でした。426が私に記憶を？まさかあなたは、森村先生も私も426だと言いたいわけ？426、まさかあなた42。井田哲也だ。あんたがこの報告を確認するとも思えないが、一応他に明らかに小さな不具合からシステムを見直してたら、最終一部が変更されたのは、森村千尋記憶が上書きされるように書き換えられてた。記憶の中身は分からないが、アクセスしたのはなぜか、まあ今さ、あんたを含めて最後までうさんくさい連中だと俺にはもう感動なろうが、何もかも終わりだよ。私に不都合な記録を見られた先生、記録を消去した。426、まさか426。発端はあなたを作った適合者実験だ。先生の映像とあなたの言葉で私はすっかり判断を誤ってしまった。あなたを先生だと思い込んで、最初からあなたはあなたとして生まれた。私が森村千尋ではないとでも？私が森村千尋の複製でないなら、私は誰だというの？あなたは森村千尋です。当たり前でしょ。いいえ、先生ではなく森村千尋博士。2188年の四季島の宇宙計画、その中心人物だ。稼働限界には少し早いが、一旦騎兵を降りる。
なくても戦えるぜ。あなたにロックし、Dの目標が変わり、こちらへ戻っ、ここは危険です。安全な。あら、心配してくれるの？あら、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 心配してくれるの？でも余計なお世話ね。知ってるでしょ？これが私の望みですが、それよりあなた、こんなところで油売ってていいの？まさかもう諦めたわけ？まだ D の進行は序盤よ。すぐ戻ります。だが、まずはあなたを安全な。そんな場所はない。どこにもありはしない。私たちにはね、知っているくせに。だから時間の無駄。やるべきことに集中しなさい。わかりました。河川へ出た方がまだ安全です。一応伝えておきます。
させておこうかしら。教えて、あなた森村先生が好きだったんでしょ。記憶操作されたなんて言ってたけど、本当は嫉妬。それは最後でしょ。答えて。その通りと言えば満足ですか。低俗で愚かだが、それは私を支配している。私の記憶を戻したのも、それが動機ね。どんな形であれ手に入れたかった。彼女、そうです。よかった。その本当は欲望まみれなところ、私の知るあの郷と蓮也と同じで、私危うく気に入ってしまうところだったわ。ありがとう。すっきりした。博士、私は。いいからもう行ってちょうだい。はぐれたのなら。
んだから。そっち行ったらまずいって。キサラギ、その子は分かってる。美和子誘導したらすぐ戻るから。誰かいるの？いないよ。ともかくあっちへ避難して。この子も一緒に。ちょっと、いいから早くこっち。ここに来るのは初めてなのに、なんだか懐かしいわね。夕日はどの時代でも同じでは。いいえ、ここはそういうところなのよ。それで、私はどこへ？架空の名義でマンションを借りました。埃っぽい瓦礫の中でないならどこだっていいわ。すみません、そこなら敷島にも先生にも見つかることはないと思います。飯田さんが用意してくれていた書類や資金が伊田哲也、行方不明のまま見つかっていないの？はい、行きましょう。千尋さん、私が博士？そうです、そう言いました。あなたは森村千尋博士。2188年の敷島の宇宙計画を指揮した中心人物だ。何を言い出すのやら。これは仮定の話です。一つの解釈を述べたまでです。もしも私が博士だとしたら、私を作ったのはあなたの知る森村先生よ。博士を生み出すのが彼女の計画だったわけ。どうなの？もしも私博士を、どうなの？騎兵が汚染、森村先生、 UFO の敵を、先生が行ったのは適合者実験です。彼女はあなたを自分だと思っていた。自分のつもりで再転送した。セクターゼロに保存されたもう一人の森村千尋、
あなたは新生児で現れたため意思疎通も不可能だ。それで先生は気づけなかった。それも推測でしょ。もちろんです。だがあなたが相当慌てたはずだ。目論みとまるで違う。目論み。だが相当目論み。目論。2188年の記録で伊田哲也の報告に最終工程で森村。最終工程というの我々です。そろそろ付き合いきれないわ。まあそう言わず、せっかくですからもう少し聞いてください。そろまあもう少し聞い。最初に見た未来の私の ID で見た。私が初めて自分の記録を見つけた時、映像には初老の5と2180。最初は時間移動してた私の未来の姿。しかしそうじゃない。順序が逆で、つまり私が彼のクローンなのです。まあそういえばもう少し聞い。あの記録映像に残る人物たち、彼らはそれぞれクローンを作った。クローンね。それを裏付ける記録を見ました。何を見たの？遺伝子工学が専門の高宮教授との通話記録。
コロニーに生き残った15人、そのクローンが適合者で、それぞれ時代の違う世界に育っている。そしてあなたは自分のクローンに移植されるはずだった。目論見とは違う。おそらくあなたが今気になるのは、私がどこまで記録を見たのか、そのことでしょう。心は大人でも幼い体では、動揺を隠すのは難しい。そんなわけは。それは引っ掛け？記録を見る限り、高宮教授と森村博士は古い間柄のようでした。千尋さんは何かご存知ですか？知るはずもない。沖の司か、彼も適合者ですから当然15人の一人で、2188年にも存在している。当ててみてください。彼が2188年で何者であったか。わかりませんか？ごめんなさい。私が教えましょう。彼は、沖野司は森村千尋博士の息子だ。だが腹を痛めて産んだ子供ではない。人工調整の政策で博士は若い自分に卵子を提供している。静かになりましたね。彼が血縁関係にあると分かるのはクローンのための遺伝子検査でです。自分の子であることを意識した博士に、母親が感じるような心的変化が現れた。だが彼は博士に批判的で、計画の関係者としてもうまくいっ、最後に際し博士は真実を告げるメッセージを彼に宛てて残していた。やめて。あれを見たの？記録へのアクセスは生体 ID が必要で、取り出せるのは個人の記録のみよ。沖野司と私の記録にはアクセスできるはずが。ありがとう、森村博士。
確かに私のアクセスで出てきたのは企業関連の記録ばかり。会議の報告やあなたに関するな。どうやって私の記録を。それはですね、設定はこれでいい。あとは生体認証がうまく通るか。特定の制限を解除できたようだ。これで森村先生の ID を通せば先生の記録にアクセスできる。君の生体 ID がなぜ先生と同じなのかも先生の記録を見ればわかるかもしれない。やはり先生の ID。気を失った彼女に協力してもらいました。彼女は森村千尋って。あなたが先生なら冬坂伊織が何者かも知っていたはずだ。このセクター4へ隠した張本人なのだから。生まれて間もない二人を別、おそらく井田さんのアイデアでしょう。だから2104年にいるはずの森村千尋も2024年の井田哲也も見つからなかった。私の知る四季島のゴーとレンヤとはあなた随分違うのね。困り者なのは同じだけれど。それで私が博士だとしてどうしたいの。真実が知りたい。現状に至る真実が。だが分かっています。あなたは何も教える気がない。どうして。我々に知恵をつけられては困るのです。滅ぼすつもりだから。あなたは最初からこの世界を救う気なんてない。
回は無理だわ。任せとけ。ごめんなさい、無理よ。調子が良くないの。ごめんなさい、今回は無理だわ。ごめんなさい、よ。調子が良くない。ごめんなさい。今回は無理。ごめんなさい、よ。調子が良くないの。わかった。出るぞ。ごめんなさい。戦うしかない。今回は無理だわ。任せろ。希望はあるはずよ。どうしてもしっかりして。うだうだ悩んでも仕方ねえ。
だそうにしは諦めない。移動する。やよっやったろうじゃねえか。俺ならどうしよう。喧嘩なら慣れっこなはめたいな。他の攻撃者に頑張れ。私攻撃範囲ね。
率上昇。しっかりしないと。
めるな。
てやる。しゃ、なめんじゃねえぞ。私は何すればいい？
ね、出れそうにないよ。奴らの隙にはさせん。行くぞ。俺が出る。行くよ。僕が出るよ。ごめんなさい。出るぞ。無理しすぎたみたい。ごめんなさい。すまない。ごめんなさい。任せてよ。無理しすぎたみたい。ごめんね。出れそうにないよ。ごめんね。ごめんなさい。無理しすぎたみたい。
める。気を緩めるな。見ていけ。怪獣が現れ、気をつけるんだ。ちょっと怖いけど。私は何すればいい？
るか。少しは慣れたかも。助けて。
君には先に先を読むんだ。22番機移動開始。敵 A 消滅確認。
ちゃん見て。小学生。俺か。あんち、リッチョ。どうしたら。
にいいとこ見せないと。Thank you.
Thank you.
援護だ。落ち着け。訓練通りやるんだ。
ればいい。
れたまえ。しすぎたみたい。ごめん。すまない。行くよ。少し休ませてほしい。出るわ。すまない。OK よ。少し休ませてほしい。わかった。ごめんなさい。無理しすぎたみたい。悪いな、悪いな。今回はパスだ。ごめんなさい。すまない。少し休ませてほしい。すまない。すまない。少し休ませてほしい。ごめんなさい。ごめんなさい。すまない。すまない。ごめんなさい。無理しすぎた。すまない。少し休ませてほしい。11番機
気を緩めろ。手数を増やす。少しは慣れたかも。私は何すればいい？どうすべきかしら。援護して。迷っている暇はない。勝機を逃すな。油断するな。俺の番だな。どうすべきだ。機体の状態は。こいつを嫌え。なんとかなるわよね。
迷っている暇はない。確かにそうだ。アプサスが混じるときは特に EMP 装備の騎兵が攻撃。ミサイル防衛のためにフレア装備も必要よ、泉くん。そうですね、東雲先輩。いちいち撃ち落としていては攻撃の手が足り、もう負けるわけにはいきませんから。
ここなら河原を騎兵が今から一緒私どうすさすもちろんいい私 BJ なっちゃんを戦うならなんだもちろん OK彼自身探査装置のうそ嘘だよね私は無理。
話では役に立てないようだ。
ちゃんにいいとこ見せないと。出番だ。どうすべきかしら。援護して。
Thank you.